こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日の動画は Get Ready With Me ということで、1年の半分以上旅する暮らし方をしている私のホテルでの朝の準備を一緒にしていけたらなと思っております。実はですね、動画を撮影してから編集までの時間が思うように取れず、だいぶ間が空いてしまいました。こちら冬ですね。なので朝が遅くて、だいたいこれは6時ぐらいなんですが、まだまだ空が白んでいますね。とりあえずなんとか眠い目をこすりながら動画を回しつつ、シャワールームに入っていきます。水さえ浴びれば目が覚めると思ってますね。シャワー浴びて今日のお洋服に着替えます。本当はさ、旅行中のお洋服について喋れるような動画を撮りたいんですが、やっぱり旅行中ってどうしても毎回アングルが変わってしまって、固定の場所で撮るっていうことができなくて、でこの動画にも映っている通り、私基本的にアクションカメラで撮影をしているので、カメラも三脚も小さいんですよね。なのでこの全身を写すというのが難しくて、今はね久々に割とまあほぼ全身ぐらい見ていただけてますが、こちらのシャツはタイかな、ベトナムかな、どこかで買った300バーツぐらいのやつでだから日本円にすると1200円ぐらい、すごく安かったんですけど、なんか触り心地が良くてシワにもならないので旅の時に大活躍しがちです。ダメだ、久々にお洋服について語れるタイミングだから尺がずれてしまっているんですけど、動画内の私はもう早速顔の準備をしております。こういうメイクをするときは、そこに立てかけてあるようなスマホで動画見たりとかラジオ聞いたりとかしながらやっているんですけど、まあさすがにねこの動画の邪魔になるなっていうところで、今日は自分の顔に集中しています。なんですけど、この日の前日が確かメンバー限定のライブ配信をしていたとかなんとかで、そこそこ夜遅くまで楽しくおしゃべりしながら過ごして、とてつもなくむくんでるんですよね。朝も早いし、で沖縄ご飯もたくさん食べたし、ちょっと気に入らないなみたいなことを思っている不服そうな顔が見て取れるんですが、まあなんとかむくみごとねメイクをしていこうと頑張っております。そう、ちょっと私さ、 Get Ready With Me の正解が未だに私の中で分かってないんだけど、まあ未だにって言っても分からないせいで、このサリ旅の中で Get Ready With Me って2、3回くらいしか上げてないんだけど、個人的にはさ、こういうメイク用品についておしゃべりするのもすごく楽しいんだけど、 Get Ready With Me ってそういう話していいんだよね多分。ちょっとね分からないななんて思いながらなんとなく見せてるんですけど、最近ねクマがひどいのが本当に悩んでて、まあ慢性的にクマはわりかしひどい方、皮膚も薄いし睡眠不足だし結構ひどかったんですけど、なんかいよいよもうごまかしが効かなくなってきてる気がするって思って、まあまず睡眠を改善もするし、色素沈着とか日焼けのせいかなみたいなことを思うところもあったから、美容皮膚科で相談したりとかいろいろしてるんですけど、とりあえず今日明日の私のクマ事情をどうにかするかみたいなところで、最近はねこのザセムのコンシーラーを使ってます。まあなんとかこれでなんとかって感じかなって。あとは睡眠をこう手助けするようなサプリを飲んでみたりとかいろいろしているんですけど、なんかもしクマ対策でいいものを知ってるっていう方がいたら、ぜひコメントとかで教えてもらえると嬉しいです。最近の一番の悩みかもしれない。はい、でなんとなくできたので、お粉でサラサラに仕上げていきます。これが最適解だって思ってるわけではないけど、なんだか行ってないと思った時にはもう本当にないことが多くて、薬局とかでさっと買えるキャンメイクに落ち着きがちです。シークはデイジークの4色のやつを気分によって混ぜて使っています。最近思ったんですけど、国際線だと液体状の荷物って量が厳しく規定されてるじゃないですか。だからね、私メイク用品液体物じゃないやつが多いなって気づきました。これさ、地味に旅人あるあるなんじゃないかなって思うんですよね。続いてハイライトです。もうハイライトはずっとマックのやつを使っています。ハイライトとあとシェーディングはスティック状のやつを使って、なんとなく鼻とか私存在感ないのでね、生み出してどうにか形を作っておきます。このスティック状のやつね、形状がとにかく良くて、旅行用ポーチの中でもかさばらないからかなり長く使ってる気がします。
それでね、私今沖縄にいるんですけど、私地方都市でデパコスを買うのすごく好きなんですよ。なんか地方都市のデパートのコスメカウンターってやっぱりこう勉強されて知識が豊富なアドバイザーさんがいるけど、全然混んでなくてゆっくり商品も見れるし、在庫も揃ってるし、すごくねいいなって思うんです。だから時間の使い方としてもったいないってね思う方もいるかもしれないけど、私はねこういう風に一人で地方に旅行に来た時に、まあ、何か1年間頑張ったみたいな節目だったりとかしたらデパコスをね買ってたりするんです。で今回ね、さっき見てもらったマックのリップとこのディオールのアイシャドウを買ってしまいました。いやもうどっちも可愛くて、マックのリップはもうこれを塗るだけでしっかりメイクした感、もう手の込んだメイクした感の出るおしゃれな発色で、ディオールはずっと欲しいなって思いつつどれにするか迷って決めかねていたんですけど、カシミヤっていう色合いのやつにしてみました。いやもうこれもさ、ラメが繊細でもうきらめき方がやっぱ全然違くて、お化粧をしながら何度も顔を自分で確認しちゃいました。いや皆さんね、ご存知の通りというか想像のつく通り高いんですよ、デパコス高いんですけど、やっぱりそれだけのお値段したとしても、こう毎日メイクをするとしたら、こんな毎日なんて輝きなのっていう感動を得られるっていう、まあお値段相応なんだなっていう風に思いました。なのでね、ちょっとこの映像を客観視していると、朝だったからっていうのもあってかすごくなんかテンションが低いんですけど、心の中ではもうフィーバーです。そうこうしている間にメイクが終わりました。あとはアクセサリーをつけたりなんなりして朝ごはんの撮影に向かいます。だいぶ顔がむくんでる泊まってるホテルは朝ごはんが美味しいらしいのでワクワクです。準備できました。朝ごはんを食べに行きましょう。はい、ということで朝食会場に来ました。普段ねホテル Vlog を撮ってる時はモーニングが有名っていうホテルだったらなるべく食べるようにはしていて、まあ難しいところなんだけどね、その土地の Vlog も撮ってたりするとやっぱりご当地料理の飲食店に行った方がみんな Vlog として見応えがあるかなとか思いつつ、でもホテルの朝ごはんも食べたいし、そちらもそちらでレビューしたいしっていう葛藤があるんですけど、今泊まっているヒューイットリゾート那覇は朝ごはんがかなり美味しいって口コミでも評判だったので、私はワクワクしながら食べに行きました。でホテルの朝ごはんを撮影するときって可能な限りね朝一で行くようにしてるんですよ。やっぱりあんまり人が映り込むのとか良くないと思うし、ご飯の映像もさなるべく一番最初の方が綺麗に撮れたりするじゃないですかって思って一番撮りで行くようにしてるんだけど、このヒューイットリゾート那覇は朝ごはんが評判すぎるからか、もう朝7時の時点でかなり人がたくさんいて、でね実際ご飯も美味しかったんですよ。だから結構賑やかな映像にはなってしまったんですけど、もうご飯も美味しくて美味しくて仕方がなかった。毎回朝ごはん鬼のように食べてるんですけど、これでもかってぐらい食べましたね。まあヒューイットリゾート那覇については別で動画を作ってますので、そちらを見ていただけると幸いです。わーバタバタ、チェックアウトします。はい、ということで今朝まで泊まっていたヒューイットリゾート那覇というホテルをチェックアウトしてきました。こちらのホテルレビューはまた違う動画にしておりますので、そちらもまだの方は見てもらえると嬉しいです。ここからねちょっとパソコンでお仕事をしたり業務に入りたいと思います。そして今日の夜は今日の夜でまた別のホテルにチェックインをする形になるので、そんな感じのねノマドな一日を過ごしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。いやもう本当に沖縄は暖かくて、全然テラス席でもすごくこのぐらいの格好で行けちゃうぐらいです。